クリプト TV はホラーをテーマにしたデジタルコンテンツの開発、制作、配信を中心とするアメリカのエンターテインメント企業。関連するユニバース内のモンスターやリカーリングキャラクターに重点を置いている。同社は2015年にジャック・デイビスとイーライ・ロスによって設立され、ジェイソン・ブラムとブラムハウス・プロダクションから支援を受けている。クリプトはバーチや ルックシーなどの話題となったキャラクターを含むウェブ向けに制作された短編ホラー映像を専門としている。同社は Facebook で500万のいいねを得ており、YouTube では341万人のチャンネル登録者がいるなどソーシャルメディアで支持を集めている。2017年にトライベッカ映画祭の貴重プレゼンテーションでクリプト t t v s モンスターマッドネスを通じて クリプトの短編映画が紹介された。同年にクリプトが制作した短編作品ザ・ワーチがストリーミー賞のアクション・ワ SF 賞とウェビー賞のベストドラマインディビジュアル賞と賞を受賞した。2013年当時デューク大学の学生だったジャック・デイビスは晩餐会でイーライ・ロスに出会った。二人は連絡を取り合い、 モバイル端末画面上でのホラーエンターテインメントの効果的な制作方法について話し合った。クリプト TV はデイビスによればモバイル上で優れた短編ホラーコンテンツを本当に作れるかどうかをテストする手段として2014年10月にデイビスとロスが共同で6秒の恐怖コンテストを開始した時に開設された。コンテストは グッドモーニングアメリカで取り上げられ、その後口コミで話題となり、1万5千件を超える応募があった。ロスはブラムハウスプロダクションのデジタル戦略を模索していたジェイソン・ブラムにコンテストを見せ、そしてブラムはクリプトの最初の投資家となった。同社は二0十五年四月にロサンゼルスで正式に発足し、発足時はデイビス最高執行責任者のダレン・ブランドル、 最高コンテンツ責任者のケイト・クランツの3人の社員しかいなかった。2017年3月、クリプト TV はバズフィードの支援者であるベンチャーキャピタルファンドのレアラーヒッペア・ベンチャーズ主導で350万ドルの資金を調達した。同社は過去の投資家から620万ドルを調達している。クリプトは3ヶ月ごとに約100本の動画を公開し、 フェイスブックと YouTube を通じて視聴者を増やしており、月平均の再生回数は1億回以上に上る。ソーシャルメディアでのリアルタイムの反応をもとに、キャラクターとコンセプトをテストしており、最も評価の高いキャラクターが四半期に15本ほど公開される、クリプトのモンスターユニバースに採用される。キングルス・ザ・クラウン・ザルック・シー・サニーファミリーカルトは、 この方法で開発された最も人気のあるシリーズである。クリプトのキャラクターは従来のストーリー動画だけでなく他のメディアにも登場している。例えばギグルス・ザ・クラウンは一般的なインフルエンサーのようにソーシャルメディアを活用してファンとの生配信インタビューを行ったり、ノット・エススケアリーファームのアトラクションに登場したりしている。クリプトはまたギグルス・ザ・クラウン、ザ・バーチ、 サニーファミリーカルトの商品を販売するマーチャンダイジング契約をスペンサー、エスギフツと結んでいる。ザ・バーチに登場するモンスターキャラクターのバーチ。ザ・バーチはクリプト TV チャンネルで最多の視聴回数を誇る短編映画である。2016年にクリプトトブが制作した本作はいじめっ子から子供を守る意識を持つ木が登場する。同作は アンソニー・メルトンとベン・フランクリンが脚本と監督を務め、バーチのモンスターデザインは、特殊効果アーティストのクリフ・ウォーレスによって作成された。本作は話題となり、2017年にウェビー賞を受賞した。その後、バーチのフェイスブックミニシリーズが始まり、本格的なクリプトユニバースのキャラクターへと発展した。ゴーステッドは、ベライゾンの配信映像プラットフォーム。 号9 0で配信された全8話の長編デジタルシリーズであり、女優でコスプレイヤーのリアナバンプが番組のホストを務めている。番組では、バンプは幽霊が出る米国南部の様々な場所を旅し、地元のゴーストハンターのコミュニティとの交流や各都市の地元の食べ物、飲み物、アトラクションを探索する。2016年、クリプト TV は、 フルスクリーンと提携して最も恐ろしい30秒のティーザーを探すエルテラーコンテストを始めた。受賞者は投稿映像に基づくデジタルシリーズを作成するために5万ドルを受け取った。受賞したコンセプトは映画制作者のケイト・フロイントとジョーダン・ハリスによる死を免れた女性が彼女の魂を狙う存在に付きまとわれるシリーズアフターライフである。 同作は2017年にフルスクリーンでデビューした。ザルック・シーは同名の短編作をもとにした人気のホラーウェーブシリーズ。シリーズでは鋭い歯をむき出しにしてにやりと笑う悪魔のような存在が選んだ人間を命がけのテストにかけていく。選ばれた人間は長い間こだわっていた。特定のものや人を手放さなければならず、手放せなかった場合は死に至る。 キャラクターとシリーズはランドンスターマーによって作成された。マイファーストデーはシリアルキラーを志す若者のための私立学校に受け入れられた狂った子供を描いたダークコメディホラー短編作である。本作の脚本、監督はジョン・コーベルが務めている。本作は話題となり2017トライベッカフィルムフェスティバルでホラーアンソロジー、クリプト TV、 エスモンスター・マトネスの一部として上映された。スライス・オブ・サマーは2016年7月にチラーネットワークで初放送されたオリジナルホラー短編シリーズ。ザ・シング・イン・ザ・アパートメント、ザ・グレイ・マター、ザ・プレイ、メリディアンズ、インベイダーズなどの映画を含む世界中の映画制作者の作品を取り上げた。サニー・ファミリー・カルトは 同名の短編映画をベースにした人気ホラードラマのウェブシリーズ。本作では10代の少女テイラーが異常な連続殺人を行う彼女の家族と折り合いをつけながら普通の生活を送ろうと努力する姿が描かれる。出演者にはトゥルー・マレン、ラッセル・カミングス、ステファニー・エステスなどがいる。本作のエピソードはガブリエル・ユネスとジョン・ロスが監督を務めている。2015年。 クリプトは、ハーストデジタル、スタジオと提携して、デジタルシリーズ、ディスフォーゴットンデイ,インフライトを制作した。リアナ・バンプとライアン・ジェイ・ダウニーがホストを務める本シリーズは、ハーストのディスフォーゴットンデイ,インフランチャイズの一部である。ザシング・イン・ザ・アパートメントは、アパートの暗がりに潜む恐ろしい怪物に立ち向かうことになった二人の女性を描いた2015年の、 人気ホラー短編映画である。本作の脚本と監督は、ジョン・ロスが務めている。2017年にチベカフィルムフェスティバルにおいて、ホラーアンソロジー、クリプト・ TV、S ・モンスター・マッドネスの一部として上映され、チラーネットワークの、スライス・オブ・サマーの一部として取り上げられた。2017年には、続編の、ザ・シング・イン・ザ・アパートメント、パート2が制作された。 クリプト TV は2015年にスナップチャットで放送された YouTube のスターを多数起用した4分間のライブ殺人ミステリー番組を制作した。番組にはローガン・ポール、リア・マリー・ジョンソン、ニック・ベートマン、シモン・シェファードなどのインフルエンサーたちが出演し、彼らは不気味な邸宅でのクルー風の晩餐会のミステリーで一人ずつ殺されていった。ありがとうございます。